こんにちは、更年期トータルケアインストラクターの永田恭子です。今回は中年太り老化現象をストップして痩せるたった一つの方法というのをご紹介していきます。私の自己紹介をすると、自分の母が更年期障害で鬱になってしまったという経緯から、更年期サポートをする NPO 法人チェブラという団体を立ち上げて、企業さんや自治体さんや医療機関などへ出張で更年期サポートプログラムをお届けして、2万5000人ぐらいの方が受講をしてくださっています。おかげさまでこのような本も出版しています。さあ、先日ですね、このようなご相談が届きました。昔と同じ生活をしているのに、半年間で5キロも太ってしまったんです。食べ過ぎてるっていうわけではないですし、運動不足でもないと思うんですけれども、なんかこのまま自分自身がどこまで成長していってしまうのか、生活の中で気をつけた方がいいよっていうことがあれば教えてください。40代の女性の方からです。そうなんですよ。実はですね、40代前後で太りやすくなった、これまでと同じ生活をしていてもとっても脂肪がつきやすくなって困ってるというご相談、とっても多いんですね。で、この40代前後から太ってくる中年太りとか更年期太りというふうに言われる、肥満なんですけれども、これ原因はですね、実は食べ過ぎとか運動不足ということだけではないよということが分かってきました。最近ではこの中年太りの原因というのは老化現象の一つだという見方がされているんです。なので、太ってくるとですね、見た目が老けて見えるっていうのはそうなんですけれども、なんといっても健康に大きな影響を与えてしまうんです。糖尿病とか動脈硬化とか他の病気を引き起こしやすくなってしまいますので、なので40代以降というのは意識して体重をね、制限する、キープするということは実はすごく健康にとっても大切なことです。というので、今回は最新の中年太りの原因、対策、対処法をご紹介していきます。中年太りになってしまう理由、大きく分けると3つあります。順番にご紹介していきましょう。1つ目は体の酸化です。酸化ってね、体の錆というふうに言われたりもします。抗酸化とかね、聞いたことあると思います。私たちはですね、食べ物から体を動かすエネルギーを作るために呼吸によって酸素を取り込みますよね。その一部の酸素が活性酸素っていうものに変わります。この活性酸素というのは、実は私たちが生きていくためには欠かせない DNA とかタンパク質を傷つけてしまうんです。よって、私たちが生きていくためには絶対作られてしまう活性酸素なんですけれども、その活性酸素が自分自身を酸化させてしまう。それによって細胞の働きが低下していってしまって、老化してしまう。よっては太りやすくなってしまうというようなことがあります。一つ目の理由は酸化です。中年太りの原因、2つ目、糖化です。砂糖の糖にね、化けると書いてね、糖化です。先ほどの酸化というのが体の錆だとしたら、この糖化というのは体の焦げだと言われています。糖化っていうのはですね、食事などから取った余分な糖分、糖質っていうのが体の中のタンパク質と結びついてしまって細胞を劣化させてしまうこと、これが糖化です。つまりはですね、この糖化が進むと体が老化していってしまいます。太りやすくなってしまったりとか、お肌のシミとかシワとかくすみなどが気になるようになっていったり、また多くの病気の原因となるよということが知られています。中年太りになる原因、3つ目、ホルモンの低下です。で、ここで言うホルモンはですね、 DHEA ホルモンです。聞いたことあるでしょうか。よくね、メディアなんかで若返りホルモンなんていう風に報道されたりしているホルモンです。で、これはですね、男性ホルモンとか、また、40代以降ですね、更年期に急展開してしまう女性ホルモンなどなど、ホルモンを作るためのこの源になる重要なホルモンな
なんですね。なのでこう別名お母さんホルモン、マザーホルモンっていう風に言われたりもしているホルモンです。でこの DHEA ホルモンというのはこう生活習慣病などのリスクを減らしてくれたりとか、こう若々しさを維持するためのこう作用に関わっているので、先ほど言った通りで、ね、メディアなどでは若返りホルモンっていう風にね言われたりもしています。そしてこの DHEA ホルモンというのは加齢とともに分泌量が少なくなってきてしまいます。でこれが減ってきてしまうと老化が加速して太りやすくなってしまうということがあるんです。さあこのですね中年太りの原因が分かりましたね。酸化糖化ホルモン低下です。でこの原因が分かれば具体的な対策方法が見えてきますよ。さあ中年太りの原因、酸化糖化ホルモン低下、これらをですね一度に抑える方法というのをご紹介していきます。それは運動です。ちょっと順番に見ていきましょう。まずは酸化と運動についてです。運動をするとですね、実は体の中で活性酸素ができてしまいます。待てよ、活性酸素ってさっきの話では体を老化させてしまう物質じゃなかったの？じゃあ何？運動しない方がいいんじゃないの？と、思うじゃないですか。しかしですね、運動をすると活性酸素ができてしまうんですけれども、だけどそれ以上に私たちは抗酸化能力が力を発揮してくれることが分かっています。抗酸化能力っていうのはですね、活性酸素を除去取り除いてくれるような能力です。ので、結果としては運動をすることで体っていうのは酸化されにくくなるんです。続いて見ていきましょう。糖化と運動について、体の中のですね糖化を予防するためにはですね、全身の細胞内の糖とそこに糖を運んでいる血液中の糖っていうのを必要以上に増やさないっていうことがすごく大切です。でこれはですね、運動をすることによって細胞内と血液中の糖両方を低下させてあげるっていうようなことが分かっています。またね、運動すると基礎代謝上がりますよね。筋肉がつくと基礎代謝が上がります。で基礎代謝何かというと、じっとしている時にも消費してくれるエネルギーのことです。例えば私たちが、グーグー眠っていたとしても、全然椅子に座って動いていなかったとしても、心臓を動かしたり内臓を動かしたり、また体温を調整したりってするために、使っている、生きていくためにも必要最低限なエネルギーのことです。でこの基礎代謝が上がるとブドウ糖を消費しやすくなるんですね。つまりはすごくこうエネルギー代謝のいい体に、なります。でそしてもう一つはですね、基礎代謝が上がることによってこう肥満化した脂肪細胞っていうのをスリムにするっていうことができるんです。続いてホルモンと運動についてです。先ほどご紹介した若返りホルモン DHEA ホルモンなんですけれども、実は自分で作り出すことができるんです。すごいですね。何をしたらいいかというと、筋肉トレーニング、筋トレなんです。これ同志社大学の研究では、40代の女性がですね筋肉トレーニングをするということで、この若返りホルモンである DHEA ホルモンというのが 34% もアップしましたというような、そんな研究があります。これ筋肉量も増えますので、そうすると代謝も上がりますので、中年太りの予防にもとっても効果的です。はい、というのでですね、酸化糖化ホルモン低下を防いで肥満を防ぐとっておきのトレーニングというのをですね、最後に一つご紹介をしていきます。一緒に体を動かしていきましょう。その方法はですね、スクワットです。はい、それではですね、スクワット一緒に行っていきましょう。足を肩幅の2倍の広さに広げていただいて、膝を痛めないスクワット方法です。足の付け根から上半身を前に倒します。でそして手を前に伸ばしていただいて、この状態から膝をゆっくりと曲げて、でそして伸ばすというふうに行っていきます。膝を曲げた時につま先よりも膝が前に出すぎないように気をつけていってください。でこの
スクワットを行っていくと、もうね、皆さん一緒に行うと実感できていると思うんですけれども、このももの前側の筋肉ね、とっても使っているというのが実感できると思います。ここ体の中で一番大きな筋肉ですので、最初きついなと思うんですけれども、とっても結果が出やすい部分でもありますのでね、ぜひ試してみてください。でもしも膝が痛くってスクワットはちょっと辛いという方はですね、こちらの方法を試してみてください。はい、それではですね、スクワットは辛いという方、また膝を痛めていてスクワットはねできないという方もいらっしゃると思います。そんな方はこの体操をぜひ試してみてください。まずお椅子に座ります。でそして骨盤シュッと起こしていただいて、この状態から右足を伸ばしていきます。5秒間キープ、1、2、3、4、5。ではゆっくりと下ろします。今度反対側です。左足伸ばしていただいて5秒間キープです。1、2、3、4、5。ではゆっくりと下ろします。もう一度行っていきましょう。右足伸ばして5秒間、1、2、3、4、5。反対側です。左足伸ばしていただいて5秒間です。1、2、3、4、5。はい、 OK です。さあ、いかがでしたでしょうか。筋肉トレーニング辛いという方もですね、続けるうちに筋肉は回復してきてくれますよ。というので今回は、中年太り老化現象をストップして痩せるたった一つの方法というテーマでお送りしました。このようにチェブラチャンネルでは更年期をテーマに、更年期をご機嫌に快適に過ごしていけるようなヒントやアイデア発信しています。症状別の対策ケア方法や、また更年期体験談などなどをご紹介していますので、よかったらチャンネル登録をして日頃の健康づくりにお役立てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。